夏目漱石はそうやったか近代文学を確立した人じゃないかと思います。まあ最も読まれた作家ではないでしょうか。最も日本の中で数多い読者を持っている人ではないかと思います。漱石は日本のお札に印刷されました。私は半藤真理子と申します。私の母が漱石の長女でございまして、漱石が亡くなってから10年ぐらい後に、で私の父が祖母の京子から思い出話を聞いて、それをこう書いていってまとめたものでございます。漱石の奥さんの目を通した漱石の家庭生活が、結婚した頃の順番にこう並べられて一生を綴ったものです。これはやっぱり研究していく上では欠かせないでしょうね。本名は夏目金之助と言います。明治元年の1年前ですね、その時に名主のねの家に生まれたんですね。彼のお父さんが町を歩いているとね、みんながね避けて通ったぐらい、お父さんがね50何歳だった、恥ずかしいことだから、そんな年を取ってから生まれ子供を産むなんて、21歳の時に夏目のまた席に入ってきたわけ。両方で写真を交換するのね、お見合いってね。松山の中学校の先生じゃないですか。京子さんが漱石のね写真を見た途端に、あ、この人だ。うちへ帰って、お兄さんたちが、金ちゃんどうだった今日はって聞いたんですって。お見合いにね、歯並びが悪いのに平気な顔をして笑うところが気に入ったってね言ったら、その時は新婚ほやほやですから、ものすごく仲が良かったですね。あ、臭いね。それはね、何しろ彼女はお嬢さん育ちだから、ちょっとね、朝ごはん食べさせないで、朝寝坊だから朝ごはん食べさせないとか、それでひどく恐慌を起こるなんてことはしませんでしたよね。ロンドンから帰ってきてから、その時が最高に悪い時ですけど、神経衰弱ですよ。それだから結局ほら、気違いですよね、一種のね。自分が髪の毛つかまれてこんな振り回されたりして、そういうの母はねこっそり見てるわけですよね。京子さんの方はそういう時に歯を食いしばって耐えるだけ、起きた時もこの人は病気だから私は家を出ていかないって決めたの。お弟子さんたちはみんなね、漱石先生のそういう気違いじみたところを見てないわけだから、それをばらしたっていうことはけしからんと思ってるわけですよ。悪妻だという評判がその直後に大きく立ちました。神経衰弱になったのは留学のせいというよりもいろんな問題がありますね。イギリス漱石はものすごくたくさん本を買ったんですね。そのために彼はいつもお金がなかったわけ。漱石と対等に喋れるような人たちとは一緒にはいなかったと思う。そういうことはやっぱり基本にあったと思います。神経衰弱に。夏目漱石は39歳の時に我が輩は猫であるを書きました。その頃最高に不機嫌なんですよ。人間がどういう生活をしているかっていうことを猫の目を通して書いた小説ですよ。戦争批判っていうか、裏はそういうことなんですね。彼が戦争嫌いっていうか、本当にそのね、文明の発達も嫌いです。会話猫であるがあんまり面白かったから爆発的に売れた。あの人は本当に病気ばっかりしてるから、夏目漱石は胃が痛くても相当悪くならなければ小説を書いていました。とてもいい字を書きます。絵もね、今度午後にそういう自分の趣味の世界に入るわけです。何でもかんでも俳句の対象にしちゃう人だから、2500句作ったんですね、一生に。特に最初の新婚生活を送った時が一番結婚生活としたら良かったじゃない。要塞のネアに人もしくるる秋。
あの時のね、京子さんが私の母を解任してっていうか妊娠して、そして前の年に京子さんが流産したんですよ。だからビクビクしてるわけでしょ、夫婦揃って本当に愛し合ってるっていう感じがよく出てるでしょ。武士の娘のように覚悟の決まったお方ですって、そのね、死んでしまうかもしれないじゃない、もう大吐血した後ね、死ぬかもしれない時、そんなものをね、血を見ただけで清子さんはすぐに番頭さんにね、お医者様が待ってらっしゃるところへ早く呼んできてって言って命令したり支えているわけだから、お前がいなかったら俺は生きていられないっていう風な感謝の言葉はね、漱石が述べてますよね。漱石は、49歳で亡くなりました。もともとは夏目漱石が最後に住んだ家です。結局残せないうちに戦争で焼けてしまったわけですね。この記念館の中には夏目漱石の生きていた頃の書斎とそっくりそのまま同じ書斎が作ってありまして、ここの中で漱石はたくさんの小説を書きました。漱石に関する話は、それはやっぱり母親でしょうね。母から聞きました。祖母からも聞きました。絶対悪口を言ったことはありません。じゃあ祖母の暴力を振るったというか、虐待をしたということは、私母から聞いてるわけで、本当にやっぱりね、一番好きなんですね、あの人はね。